全国の J リーグファンの皆さん、こんばんは。セカンドステージ第23節、シエロ対ジェフ。夜の闇に雨が映えます。序盤戦からなかなかいい試合が目立ちますね。シリーズ後半に向けての戦い方が重要になってきますよ。もう間もなくキックオフです。さあ試合開始です。前半戦始まったところ、ジェフチャンスになります。バシリエビッチ、中西、マスロバル、ゲームを組み立てます。バシリエビッチ、止まらない、まだ止まらない。マスロバル、エジリ、フェイントをかけます。全員で協力して守ることが全くできていませんよ。これでは簡単に得点を許してしまいますよ。前田、ゴール前、激しいプレイ。秋葉、止まらない、まだ止まらない。蹴った、キーパーがっちりとキャッチ。前川、ゴール前に立ちはだかります。前半14分、シエロ。さあここからどんな攻撃を見せるのでしょうか。ここでボールを取られました。マスロバル、スライディング、森島、外してしまった。中西、周りの状況がよく見えています。前半25分、ジェフ。さあどちらが先に相手ボールを割ることができるのか。カウンター、反撃です。フェイント、パスを出します。メンバー的にやや不足しているところはありますね。そこをどうやって埋めていくかが大事ですね。止められない、ここでボールを取られました。現在のところ得点はありません。大きな動きもなく前半が終わりましたが、振り返ってみてどうでしょうか。決定的なチャンスは何度かあったと思うんですが、得点につながりませんでしたね。後半になって疲れが出てきたあたりが勝負の分かれ目だと思いますよ。もう間もなく後半45分のキックオフです。この均衡を破るのはどちらが先でしょうか。ホイッスルが鳴って後半45分が始まりました。後半14分、ジェフ、フィールドいっぱいに広がります。後半26分、シエロ。さあここからどんな攻撃を見せるのでしょうか。ルンガ、先ほどから試合に入っています。左に叩きます。バシリエビッチ、必死に守ります。小倉、どんどん切り込んでいきます。これはキーパー止めた。下川、ゴール前に立ちはだかります。高木、フリーキックです。ゴール前に壁を作ります。直接狙った、キーパーがっちりとキャッチ。下川、ゴールマウスを守ります。今ホイッスルが鳴って後半戦終了です。得点は0対0、同点。どちらとも決め手を欠いたまま前後半を終えました。さて前後半の試合を振り返っていかがでしょうか。前半に続いて後半も両クラブ攻めあぐねていましたね。
ここからは V ゴール方式の延長戦に入るわけですから、今度はかなり積極的な攻防が期待できると思いますよ。さあここまで点の取り合いでしたが、次の得点はそのまま決勝点となります。まもなくスタートです。もうまもなく延長前半15分が始まります。ジェフ、ここからどう展開するのか。縦パス、よく周りを見ていましたよ。的確なパスですね。ドリップ、フェイントをかけます。ラモス、止めることができない。ロングパス、ルーファー、アキバ、ゴール！ V ゴール！延長戦に決着。ここで笛が鳴って延長戦終了です。0-1、ジェフ延長 V ゴールで勝利を収めました。試合を振り返っていかがでしょうか。これはやられましたね。延長開始から相手はこの一発を狙っているようでしたよ。この敗戦は精神的にもダメージが残りますね。全国1億5000万人のサッカーファンの皆さん、こんにちは。セカンドステージ第24節、マリノス対シエロ。天気は雲が青空を隠しています。このステージの出だしはあまりいいとは言えないですね。まだまだ試合は残っていますから、焦らなくても大丈夫だと思いますよ。ゆっくりと選手がそれぞれのポジションにつき、まもなく試合開始です。さあ試合開始です。前半戦始まったところ、シエロ、さあどちらが先に相手ゴールを割ることができるのか。ロングパス、大江の木、ここでフェイント。どうしても今の中盤ですと能力的にやや不利な展開が多くなりますよね。フェイント、パスを出します。
メンバーを見るとやや弱い部分もありますね。あとは戦術面で何とかしていくしかないでしょう。ラモス、前田、蹴った、松田、ここでボールを外に出しました。前半24分、シエロ、さあここからどんな攻撃を見せるのでしょうか。前田、きれいにボールがつながります。ここでフェイント、大江の木、このボールを受けました。精神的いった、前田、ゴール、これは広いものの1点です。ラモス、ここからどう展開するのか。ボールを森島、このボールを受けました。森島、前田、どうだ、ここには誰もいません。かろうじてこのピンチを乗り切りました。両クラブ最後の決め手を書きました。この得点差についてどう思われますか。サッカーは30秒あれば1点取れますからね。これから長い後半戦がありますから、まだまだ分かりませんよ。ゆっくりと選手がそれぞれのポジションにつき、まもなく後半の開始です。前半の好調を持続することができるか。ホイッスルが鳴って後半45分が始まりました。後半戦の序盤、シエロ、選手が上がっていきます。イエローカードが出されました。後半38分、マリノス、早く追いつきたい。時間は残りわずか。鈴木、ここでフェイント、パス、井原、ここからどう展開するのか。後半40分、シエロ、さあここからどんな攻撃を見せるのでしょうか。保坂、先ほどから試合に入っています。素晴らしいコンビネーション。森島、シュート、ゴールネットに突き刺さった。川口、これは全くの逆を突かれた。森島、さあコーナーキックのチャンスです。ここからどう展開するのか。蹴りました、三浦、ゴール、試合終了の笛が鳴りました。0対3、シエロ、見事に勝利を収めました。この試合をどうご覧になられましたか。まさかこれほど点差が開くとは試合前には予想がつきませんでしたね。何もかもがうまくいった完璧な勝利と言えるんじゃないでしょうか。
皆さんこんばんは。 J リーグセカンドステージの試合をお届けいたします。セカンドステージ第25節、シエロ対アントラーズ。星空は雲に隠されています。序盤戦からなかなかいい試合が目立ちますね。シリーズ後半に向けての戦い方が重要になってきますよ。もう間もなくキックオフです。今戦いの火蓋が切って落とされました。試合開始早々アントラーズ、さあここからどんな攻撃を見せるのでしょうか。パス、大野、ここからどう展開するのか。森島、ここからどう展開するのか。ボールを三浦、このボールを受けました。三浦、ラモス、高木、このままシュート、豪快に決めた。ラモス、ここからどう展開するのか。ボールを入れ、森島、このボールを受けました。ロングパス、高木、チャンスになります。小倉、決まった。古川、プレーに焦りが感じられます。的なペースで試合を進めました。さてこの前半の展開を振り返ってどうでしょうか。前半で2点のリードは大きいですね。後半も変に守りに入らず前半のペースで戦ってもらいたいですね。もう間もなく後半45分のキックオフです。さらに点差を広げるのか、それとも波乱が起きるのか。間もなくキックオフです。さあ後半開始の笛が鳴りました。後半の立ち上がり、アントラーズ2点を追っています。縦パス、大江の木、スライディングタックル、内藤、これは完全に止められました。後半13分、シエロ、選手が上がっていきます。積極的に前に出ていきます。精神的なプレッシャーにも負けていませんね。さすがプロですよ。ストイコビッチ、センタリング、パンチング、大野、スライディングタックル、小村、パス、三浦、ゴール、ゴール、終えました。高木、蹴りました。ゴール、ゴール、ゴール。高木、ハットトリック達成。試合終了の笛が鳴りました。4対0、シエロ、この試合を見事制しました。試合を振り返っていかがでしょうか。攻撃陣はまさに絶好調のようですね。常にいい形ができていますよ。多少の失点もこれだけの攻撃力があれば心配ないですよ。
全国1億5000万人のサッカーファンの皆さん、こんにちは。セカンドステージ第26節、サンフレッチェ対シエロ、雲がかかっています。今日の試合、序盤戦からなかなかいい試合が目立ちますね。シリーズ後半に向けての戦い方が重要になってきますよ。もう間もなくキックオフです。さあ試合開始です。前半戦始まったところ、シエロ、さあどちらが先に相手ゴールを割ることができるのか。ストイコビッチ、フェイントをかけます。小島、止めることができない。ストイコビッチ、一人で持ち込みます。倒された、イエローカード。前半13分、サンフレッチェ、さあどちらが先に相手ボールを割ることができるのか。このパスが通った、佐藤、フェイント、よく状況を理解していますよ。そうでなければあのハイレベルのドリブルですね。あのフェイントはちょっと止められないですよ。どうだ、インゴール、前半13分、シエロ、早くも1点を追う展開を強いられました。高木、一気に攻め上がります。柳本、これは防戦一方、前田、止められない、蹴った、森島、シエロ、とうとう同点に追いついています。前半26分、シエロ、前半開始早々得点奪い合い、激しい試合展開になってまいりました。かろうじてパスが通ったという感じですね。立てます、かろうじてパスが通ったという感じですね。前田、ここでボールを取られました。ノジュンユン、ゴール前激しいプレイ、小倉、そのままシュート、インゴール、前半26分、シエロ、現在1点のリード。大江の木、小倉、攻め込むチャンスを伺います。前田、ドリブル、バックパス、森安、抜かれてしまった。前田、一気に攻め上がります。どんどん切り込んでいきます。高木、ゴール、川野、どうもしっくり来ないようです。森島、さあコーナーキックのチャンスです。選手が上がっていきます。上げた、前田、ゴール、素晴らしいゴール。前半39分、シエロ、フィールドいっぱいに広がります。大江の木、前田、ラモス、大江の木、ゆっくりとボールを回しています。全員で協力して守ることが全くできていませんよ。これでは簡単に得点を許してしまいますよ。大江の木、このパスが通った、ドリブル、森山、止めた、前田、パス、大江の木、チャンスになります。森島、小倉、ゴールネットを揺らし
しました。一方的なペースで試合を進めました。前半の攻防はどうだったでしょう。ここまで点差が開くとは思っていませんでした。前半はがっちりと攻めが噛み合いましたね。しかしまだ後半が残っていますので、しっかり戦ってほしいですね。ゆっくりと選手がそれぞれのポジションにつき、まもなく後半の開始です。前半と同じようなゴールラッシュが見られるのか。ホイッスルが鳴って後半45分が始まりました。後半の立ち上がり、サンフレッチェ窮地に立たされています。よく周りを見ていましたよ。的確なパスですね。上村、ここでフェイント、縦パス、小島、一人で持ち込みます。おーっと、ボールを取られた。ストイコビッチ、いい判断でした。森島、ここからどう展開するのか。ボールを三浦、このボールを受けました。どんどん切り込んでいきます。ストイコビッチ、これが決まった。ファンルーン、この位置ではちょっと角度が厳しいか。蹴った、森山、インゴール、ゴールに蹴り入れました。サンフレッチェ、その差を1点として追撃します。後半36分、シエロ、大量リードで完全に勝負を決めています。ウンガ、先ほどから試合に入っています。前、小泉、素晴らしいコンビネーション。ルンガ、このボールを受けました。パスを出します。前田、アイコンタクトだ。さあ、ここからどんな攻撃を見せるのでしょうか。積極的に前に出ていきます。森島、このシュートはキーパーの真正面。川野、堅実なプレーを見せます。ゴール前に壁を作ります。ファンルーン、蹴った、ゴールネットを揺らしました。ハンフレッチェ、その差を1点として追撃します。ここで試合終了です。3対6、シエロ見事に勝利を収めました。この試合をどうご覧になられましたか。今日の一勝の持つ意味は大きいですよ。勝ち点差もほとんどない状況ですから、負けなければ十分優勝の可能性だってありますよ。
全国の J リーグファンの皆さん、こんばんは。セカンドステージ第27節、シエロ対レイソル、上空は星が夜空に輝いています。試合の中継は私たち2人が行います。よろしくお願いいたします。序盤戦からなかなかいい試合が目立ちますね。シリーズ後半に向けての戦い方が重要になってきますよ。刻々とキックオフの時間が近づいてまいりました。さあ試合開始です。前半戦始まったところ、シエロ、さあどちらが先に相手ゴールを割ることができるのか。大江の木、フェイントをかけます。下平、タイミングが合いませんでした。よく周りを見ていましたよ。的確なパスですね。ゴール前、森島、三浦、小倉、シュート、豪快に決めた。PK です。蹴りました。そこに選手が詰める。高木、ゴール。前半25分、シエロ早くも2点を奪い、かなり余裕のある展開を見せています。ドリブル、ドイ、パンチング、オーバー、スライディングタックル、ストイコビッチ、ボールに回転がかかっている、ゴール。一瞬の隙を突いて決めました。彼か、蹴る前にボールを見つめます。いった、そこに選手が詰める、クリア。ブッフバルト、思い切りのいいプレーでした。前半36分、シエロ、大量リードで選手に余裕がうかがえます。ラモス、うまいフィント、全員でいった。あーと外してしまった。ドイ、かろうじてこのピンチを乗り切りました。一方的なペースで試合を進めました。今日は全体のリズムがうまく噛み合ってますね。サッカーでこの点差があればかなり余裕を持って戦うことができますよ。あとは油断しなければ問題ないですね。もう間もなく後半45分のキックオフです。前半と同じようなゴールラッシュが見られるのか。さあ後半開始の笛が鳴りました。後半戦の序盤、シエロ、サイドに広がります。かろうじてパスが通ったという感じですね。ラモス、反則加工のプレーだ。イエローカードが出されました。後半28分、レイソル、さあここからどんな攻撃を見せるのでしょうか。オーバー、小倉、インターセプト。後半40分、シエロ、サイドに広がります。かろうじてパスが通ったという感じですね。精神的なプレッシャーにも負けていませんね。さすがプロですよ。大江の木、ここでフェイント。よく周りを見ていましたよ。的確なパスですね。ここでボールを取られました。渡辺、スライディングタックル。森島、そのままシュート、ゴール。
ここで試合終了です。4-0シエロ、この試合を見事制しました。試合を振り返っていかがでしょうか。今日の1勝の持つ意味は大きいですよ。勝ち点差もほとんどない状況ですから、負けなければ十分優勝の可能性だってありますよ。全国1億5000万人のサッカーファンの皆さん、こんにちは。セカンドステージ第28節、シエロ対ジュビロ、雲がかかっています。今日の試合、序盤戦からなかなかいい試合が目立ちますね。シリーズ後半に向けての戦い方が重要になってきますよ。ゆっくりと選手がそれぞれのポジションにつき、まもなく試合開始です。ホイッスルが鳴ってキックオフ。前半戦の序盤、シエロ、さあどちらが先に相手ゴールを割ることができるのか。工藤、倒された。ストイコビッチ、いった、これが決まった。前半戦の序盤、ジュビロ、早くも1点を追う展開を強いられました。ボールを運びます。ロングパス、鈴木、素晴らしいコンビネーション。中山、チャンスになります。エクセレントビューティフルゴール。ジュビロ、とうとう同点に追いついています。前半38分、ジュビロ、同点のまま試合は流れていきます。吉田、止められない。パス、遠藤、ショートパス、吉田、フェイント、ロングパス、七海、蹴った、決まった。粘りが見えにくい。
作りました。エトの悔しがっています。息詰まる緊迫した試合展開となりました。さてこの前半の展開を振り返ってどうでしょうか。まだまだ時間はたっぷり残っていますから、前半戦のことはあまり考えず自分たちのサッカーに徹すれば逆転は十分可能ですよ。ゆっくりと選手がそれぞれのポジションにつき、まもなく後半の開始です。試合の流れを変えることができるのか。さあ後半45分のスタートです。後半開始早々シエロ1点を奪われています。森島ここでフェイント、ゴールライン近く、フェイントをかけます。遠藤スライディング、森島ここからどう展開するのか。小倉このボールを受けました。これは高木ちょっと合いません。後半13分、ジュビロ1点リードのまま試合が進んでいます。ロングパスいった、キラプチ一瞬の隙を突いて決めました。後半13分、シエロここからどう展開するのか。反撃です。鈴木一人で持ち込みます。ここでボールを取られました。ストイ余裕がなかったんですかね。ちょっと軽率なプレーですよ。後半36分、ジュビロいい時間帯でゴールを奪って2点差を奪っています。今試合終了のホイッスルが鳴りました。1対3、ジュビロこの試合を見事制しました。試合を振り返っていかがでしょうか。この状況での黒星は何とも悔やまれますよね。もう残り試合すべてを勝つ気持ちでいかないと優勝争いから脱落してしまいますよ。
皆さんこんばんは。 J リーグセカンドステージの試合をお届けいたします。セカンドステージ第29節、ベルマーレ対シエロ。夜の闇に雨が映えます。序盤戦からなかなかいい試合が目立ちますね。シリーズ後半に向けての戦い方が重要になってきますよ。ゆっくりと選手がそれぞれのポジションにつき、まもなく試合開始です。ホイッスルが鳴ってキックオフ。前半37分、シエロ。両者得点を奪えないまま中盤戦に差し掛かりました。ブッフバルト、フェイント、このパスが通った。ラモス、ちょっと精神力が足りませんね。ボールから気持ちが離れていますよ。レッドカードが出されました。次の試合には出場できません。反町、退場です。奮然とグラウンドを去ります。現在のところ得点はありません。大きな動きもなく前半が終わりましたが、振り返ってみてどうでしょうか。前半はどちらもチャンスを生かすことができませんでしたね。この後半の45分間にどちらが先制点を挙げるかが非常に注目されますよ。もう間もなく後半45分のキックオフです。この均衡を破るのはどちらが先でしょうか。笛とともに後半戦45分が開始されました。後半開始早々、ベルマーレ。現在得点は0対0。どちらがこの均衡を破ることができるのか。ウンガ、スライディング。このフォーメーションなら彼の持ち味も発揮できるんじゃないでしょうか。後半12分、シエロ。現在得点は0対0。どちらがこの均衡を破ることができるのか。よく周りを見ていましたよ。的確なパスですね。前田、綺麗にボールがつながります。前田、ストイコビッチ、森島、ストイコビッチ、外してしまいました。これは決めなくてはいけません。小島、ややディフェンスが手薄になっていました。後半12分、シエロ。現在得点は0対0。どちらがこの均衡を破ることができるのか。相当動きが悪いですよ。もう完全にスタミナ切れなんじゃないですかね。ロングパス、小倉、積極的に前に出ていきます。森島、インゴール。見事な攻撃でした。後半26分、シエロ。この辺りで追加点が欲しいところです。このパスが通った。ストイコビッチ、フェイントをかけます。このフォーメーションでは彼の力はほとんど発揮できていませんね。ドリブルで攻め上がります。うまく繋いだ。三浦、チャンスになります。エクセレント、ビューティフルゴール。試合終了の笛が鳴りました。0対2、シエロ、見事に勝利を収めました。今日の試合はどうでしたか。今日の勝利でなんとか首位争いに残れていますね。今の状況では他の上位クラブもなかなか負けないでしょうから、最後まで必死で食らいついていってほしいですよね。
全国1億5000万人のサッカーファンの皆さん、こんにちは。セカンドステージ第30節、シエロ対ヴェルディ。次のステージのことを考えて戦うことが次につながります。どんな試合を見せてくれるのでしょうか。今シーズンはファーストステージ、セカンドステージともに優勝はできませんでしたね。来年に向けていろいろ課題もありますから、単なる消化試合にしてほしくないですね。ゆっくりと選手がそれぞれのポジションにつき、間もなく試合開始です。ホイッスルが鳴ってキックオフ。間もなく前半25分を経過しようというところ。シエロ、さあどちらが先に相手ゴールを割ることができるのか。ロングパス、ラモス、ドリブルで攻め上がります。ボールを運びます。いった、林カットしました。前半38分、シエロ、両者得点を奪えないまま中盤戦に差し掛かりました。ルンガ、うまくつないだ。パス、ストイコビッチ、フェイントをかけます。通りました。パス、森島、中に入れた。小倉、ゴール、ゴール、ゴール。まもなく前半40分を経過しようというところ。ヴェルディ1点を追うゲーム展開です。よく周りを見ていましたよ。的確なパスですね。林、高木、危ないプレーだぞ。イエローカード。両クラブ最後の決め手を書きました。この得点差についてどう思われますか。サッカーは30秒あれば1点取れますからね。これから長い後半戦がありますから、まだまだ分かりませんよ。ゆっくりと選手がそれぞれのポジションにつき、間もなく後半の開始です。前半の好調を持続することができるか。さあ後半開始の笛が鳴りました。後半の立ち上がり、ヴェルディ1点を追うゲーム展開です。中村、ドリブル。三浦、選手層の薄さが大きな問題ですね。全体の技術力の底上げが必要ですよ。左に叩きます。長谷部、センタリング、ファインゴール。アルシンド、目が覚めるようなゴールです。ヴェルディ、とうとう同点に追いついています。後半13分、シエロ、フィールドいっぱいに広がります。三浦、ゲームを組み立てます。ドリブルで攻め上がります。一気に攻め上がります。フェイント、中村、スライディング、三浦、ドリブルで攻め上がります。チャンスになります。直接シュート、外れてしまいました。残念、悔しがっています。後半15分、ヴェルディ同点のまま試合は流れていきます。このパスが通った。ロングパス、長谷部、積極的に前に出ていきます。柱谷、このシュートは決
キーパーの真正面。前川、堅実なプレーを見せます。アルシンド、この位置ではちょっと角度が厳しいか。ゴール前に壁を作ります。蹴った、外してしまいました。これは決めなくてはいけません。ちょっと集中力が欠けたプレーでした。後半もすでに25分を経過しました。シエロ、同点のまま試合は流れていきます。大江の木、先ほどから試合に入っています。ショートパス、大江の木、ショートパス、前田、ここで攻撃のリズムを変えます。どんどん切り込んでいきます。大江の木、ゴール、見事な攻撃でした。ここで試合終了です。2対1、シエロ、この試合を見事制しました。今日の試合はどうでしたか？この負けでセカンドステージ優勝の可能性はなくなりましたね。しかしファーストステージで優勝しているわけですから、ぜひあの頃の勢いを取り戻してチャンピオンシップを迎えてほしいと思いますね。